いらっしゃいませ。お客様、お一人ですか？あ、一人で。こちらどうぞ。豚骨ラーメン一つ。豚骨ラーメン一つ。お好みは？あ、何があるんでしたっけ？麺の種類、味の濃さ、油の量、麺の硬さです。あ、じゃあ普通、普通、普通で。麺の種類はどうしますか？じゃあこのドラゴン麺で。ドラゴン麺、はい、あと全部普通で。はい、少々お待ちください。豚骨ドラゴン、あと全部普通で。はい、豚骨ドラゴン普通です。えよ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お客様一人ですか？あ、こちらにどうぞ。おい、キクラゲ。はい。おい、バカ、そこじゃねえだろうが。すいません。おい、ラーメン。はい。早く。はい。あ、行けよ。すいません。ラーメンお待たせしました。おい、はい、お前今何番出した？4番さんです。はぁ、あ、ドラゴン普通だろ、7番だろ。すいません。バカかよ、てめえはよ、とにかく早く来い。はい、はい、すみません。くそ、忙しいのに勘弁してくれよ。もうお客様、すいません、もう一度お好み確認してもよろしいでしょうか？縮れ固め、濃いめ多め。すいません。味玉炙りチャーシュー。すいません。おいバカ、知ってからいちいち聞くな。すいません。そりゃ7番さん出せ。いや、でも早く出せ。すいません。あっ、もう何やってんだよマジで。ちってお前バカかよ。すいません。すいません。あ、いいですね。すいません。お前マジでさ、何やってんだよ。すいません。早く行ってこい。すいません、すいません、すぐ作りましょう。さっさとやれよ。ありがとうございました。ねえねえ、うん、さっきさ、うん、コンビニ行ったんだけどさ、なんかレジでさ、こっから並んでくださいみたいなのあるでしょ、下に。ああ、あるある、アイスリバーくらいにあるやつね。そう、うん、そこにね、俺並んでたんよ、うん、でもさ、こう距離的にはこうレジの前に並んでた方が早いやん、うん、で、俺アイスリバーの印のとこ並んでたんよ。そしたらさ、そのレジの前の直線にみんな並び出したんよ。お菓子とか売ってるところ。そう、うん、菓子売り場。でもさ、人がいないときはそのまま直でレジ行くってあるじゃん。うん、人少ないとショートカットするね、うん、それわかるよ。でね、俺もそろそろ会計しよっかなみたいに、うん、ちゃんと印のこと待ってたの。おう、そしたらさ、おばちゃんがオスみたいな一本持って直線でファー行ってさ、ちょっと急いでる感じの、うん、でまあいっかと思ってこうアイス選んでるふりしてたらさ、うん、その後ろにめっちゃ並んできたんよ。で、俺2人ぐらい直線並んだ時に、もうやばーと思って、印のとこに立ったんや。そしたらさ、
マジで6人ぐらい直線に並んできて、なんかあっちが本物みたいになってさ、人数的に負けてきたんや。お前が偽物みたいになってたわけね。そう、多分その後ろに並んでたやつは、うん、そこが本物だと思って並んでたと思うんだけどさ、わかるやん、自分の番くらいになって。でもずっと横いたんでしょ。いますわよ。でさ、みんなそこが偽物だって分かった時どうすると思う？どうすんの？スマホ見出すやん、気まずそうに下向いて。え、店員は？店員もすっげえ気まずそうでさ、人数的にあっちが強いからさ。でも俺ももうあっちなんの方が早いんじゃないかと思って、パーって後ろ振り返ったらさ、俺の後ろ並んでるやつ一人おったんや。おなんか俺、そこであっち並んだらそいつにも悪い気して、結局そこで待つことにしたんだけどさ、結構待ったんじゃないの？いや、かなりね。変えたの？いや、変えたけどさ、何が正解だったんだろうって考えてるわけよ。店員に言うとか。そうそう、こっちですよ、並ぶとこって言うのかとか。気まずくなるのは嫌だしね。そう、そうなんよ。やっぱ言うべきだったんかなって。後ろのやつって俺を信じて並んでくれてたんかなとか。むずいな、これマジでわかんねえ。言う言わない問題ね。そう、結構あんじゃん。わかる、結構あるね。え、このアプリでね、アイコンは可愛いんだけど、この間出会った子が、あー、お茶割り一つ。はい、あ、すみません。あ、じゃあ二つで。ちょ、免除。うん、全部言ったらどうなんだろうね。え、何が？うん？思ったことを言ってみたら。ああ、言った方がうまくいくのかな。どうなんだろうね。3日間さ、思ったこと全部言ったらどうなるか試してみない？いや、やんない？いや。じゃあ頼むぜ、本当に。やばいと思うよ。まあ、まあ、だから来週それでちょっと報告してみよう。そうしよう。な、な。オッケー。ああ、じゃあまた飲もう。はい。じゃあね、気をつけて。ああ、まだ。ギリギリ間に合った終電、すぐ隣に座る若者のヘッドホンからの音漏れがすごく。マジか、よりによって3日間の入り口で。目を閉じ、一呼吸置いてから切り出す。ちょっと音下げてもらっていいですか？逆ギレも覚悟していたが、その若者は泣きそうな顔でヘッドホンをリュックにしまい、電車の中にはさっきの音漏れ以上に大きな静寂がずっと鳴り響いていた。タオルで場所取りをしたままサウナ室を出て行こうとしたおっちゃん、このタオル持って行ってもらっていいですか？ええねん、置いとって。さすがのユーデイズでもそれ以上言葉を重ねることはできず、ただおっちゃんはなぜか嬉しそうな顔をしており、状況は何一つ解決していないが、さっきまで口にせずともみんなから発せられていた不満の気配がサウナ室の中から薄らいでいた。誰がガレージのとこで飼ってる亀、その亀をじーっと見つめているおばあちゃん、俺はここをよう通るから見られたもんやけど、きっとこのおばあちゃんには物珍しく映ったのだろう。めっちゃ亀ですね。思ったまま口にすると、俺の知らんかった3匹の名前を教えてくれ、うち1匹が元気がないと心配していた。その時おばあちゃんがかけているメガネのフレームが赤であることに気づいた。チョコを一粒食べては座席で吹く、一粒食べては吹くを延々繰り返してる男の子、こういう時親と子供どちらに向かって注意する方がフェアなんやろうか。子供に伝えるのは育児がないように思え、かといって親の口から自分の考えを伝えるよう促すのも違う気がし、なんて考えていたらバスは止まり、親子は降りていく。茶色く汚れたシートをティッシュで拭いた。
レッスン遅すぎでしょ。ズームミーティングで開口一番そう伝える。どっから遅いとされる線引きかはそれぞれだが、どの線引きでも遅いと言えるおっさんに思えたから頭ごなしにそうぶつけた。一気に空気は固くなり、話も全く弾まん。この空気俺のせいか？レスの遅さが原因やろ。ただミーティングが終わり、部屋を包んだ静寂はいつかの電車の静寂とよく似ていた。駐車場の出口で駐車券が見つからず、一気に変な汗が吹き出る。探してる間にもどんどん後ろの列が長くなるが、どの車もクラクションを鳴らさない。その無音はゆっくり探していいよ、あるあると言ってくれているように優しく届く。やっと見つかり、駐車場を出るときハザードに伸ばしかけた手で窓を開け、思いっきり言葉で伝えた。ありがとう。ゴミ出しに行くと、もうすでに回収されており、ゴミステーションはもぬけの殻。そこに近づいてくる知らんおっちゃん、なんやねん、ちゃんと持って帰るって文句を言われたら言い返してやろうと身構える。するとおっちゃんは、兄ちゃん2分前に来たんよ、惜しかったな2分と笑った。その時タオルを置いたままにしていたおっちゃんが微笑んでいた理由が少し分かった気がした。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お一人ですか？あ、一人で。こちらどうぞ。お水どうぞ。あ、すいません。じゃあ、豚骨ラーメン一つ。豚骨ラーメン。お好みは？何があるんでしたっけ？麺の種類と味の濃さ、油の量、麺の硬さになります。じゃあ普通あ、普通で。めっちゃ普通みたいな人ですね。麺の種類はどうしましょう？じゃあ4種類あるんだ。粉落とし4秒って、新進麺は辛いでしょ。あ、じゃあこのドラゴン麺で。ドラゴン麺で。はい。あとは全部普通で。はい。粉落としチャレンジは次回やります。少々お待ちください。はい。豚骨ドラゴン麺全部普通で。はい。豚骨ドラゴンあと普通です。餃子は食べれないしな。いらっしゃいませ。お客様お一人ですか？こちらにどうぞ。いらっしゃいませ。お水どうぞ。おい、キクラゲ。あ、はい。バカ、そこじゃねえだろうが。すいません。おい、ラーメン。はい。早く。はい。あ、行けよ。ラーメンお待たせしました。おい。はい。お前今何番出した？4番さんです。はあ？ドラゴン普通だろ、7番だろ。すいません。バカかよ、てめえはよ。やっとこい。はい。お客様、すいません、もう一度お好み確認してもよろしいでしょうか？ちぢれ固め濃いめ多め。はい、すいません。味玉炙りチャーシュー。すいません。おい、バカ、知ってっからいちいち聞くな。7番さんに出せ。でも。あ、大丈夫ですよ、こっちもらっちゃいます。本当に申し訳ございません。いえいえ。
何やってんだよバカ。あ、大丈夫です。おい、さっさと中手伝え。はい。知ったらしてんじゃねえよ、もう。お前さ、一個のことしかできねえのかよ。バカだな。すいません。こっちやりながらあっちやるとかさ、ちょっと効率よくできんだろ、はい、どけ。すいません。段取り悪いな、はい、さっさとチャーシュー切れよ。はい。だから、そこじゃないって言ってんだろうが。いいよ、お前もう出てけ。すいません。あ、いいよ、あっち。すいません。おい、おい、チジネロンバン、私、豚骨ラーメンの。早く来い。はい、行け。すいません。お待たせいたしました。チジネ固め、濃いめ、多め、味玉、ブリチャーシュートッピングです。おい、遅えな、溜まってんだろうが。すいません。皿ぐらいちゃっちゃと払えよ、もう。すいません。そんなこと言うから早くやれ。はい、すいません。何だよ、マジで。カリカリしろ。ありがとうございました。美味しかったです。会計ですね。おい、食べろ。でも、おい、何やってんだよ。早く下げて注文取ってこい。お帰りなんだから早く下げろ。すいません。いい加減にしろ。